一旦この党パーティー、我が党の党パーティー5月というのは白紙に戻すと。立憲民主党が来年5月をめどに計画を予定していた政治資金パーティーを白紙に戻すと表明しました。背景にあるのはもちろん自民党安倍派による政治資金問題です。今日その渦中にいる松野官房長官の不信任決議案が衆議院本会議で採決されました。異国といえるほど近年まれに見る異常事態となっております。到底国民の信頼を得られません。語気を強め問題を訴えたのは、昨日この決議案を提出した立憲民主党。決議案は否決されました。しかし自民、公明両党などの反対多数で否決。本日衆議院本会議において、不信任決議案を否決いただきました。引き続き与えられた職務を果たしてまいりたいと考えています。ですが国民から厳しい目が向けられている政治資金問題、岸田総理は安倍派を一掃し交代人事に踏み切ると見られています。一方、わずか1日であっさり決議案を否決されてしまった立憲ですが、現在内閣不信任決議案を検討中。明日の会期末までに提出するかどうか慎重に見極める方針です。我々からすればもう岸田政権は正当性は失われているし、そしてすでにもう機能も停止しているという状況ですから、岸田総理も自ら辞職をすべきだと、総辞職をすべきだというふうにも思います。そういう中でありますが、国会全体のですね、状況を見て会期末までギリギリの判断をしていきたいと。正当性が失われているのであれば、野党第一党として不信任案を出すのがその立憲民主党の役割なんじゃないかと思うんです。出さないって言いましたっけ。じゃあ出されるんですか。じゃあ出される。いや、それはさっき冒頭言いましたよね。はい。そんな中、SNS ではこんな声も上がっています。野党が政権狙うなら、今が本気を出す時だ。踏ん張って叩き潰すつもりで攻めろ。各野党の皆様、千載一遇のチャンスです。野党が千載一遇のチャンスをものにするにはどう攻めるべきなのか、立憲民主党の議員と考えます。ではゲストをご紹介します。立憲民主党の参議院議員の小西博之さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。もう一方、同じく立憲民主党の衆議院議員の中谷一馬さんです。よろしくお願いします。お二人は過去にキックバックはもらったことはないですか。ないですね。一切ないですか。はい、これやはり派閥がなければということなんでしょうかね。そうですね、派閥でノルマを課してノルマ以上のものをキックバックということなので、仮にそういうことをしてもそれ違法ですから、完全な政治資金規正法違反ですので、それはしません。そういうやる機会もなかったし、機会があっても絶対にしません。そういう枠があったとしても、ちゃんと記載してれば問題ないんじゃないですか。派閥という政治団体から、私たちが両方とも政治団体を2人持ってますけど、政治団体から政治団体の寄付は合法なんです。はい、ただ今回問題になっているのは、派閥が政治団体としての支出ではなくて、まさに裏金ですよね、が国会議員が政治団体で受けるんじゃなくて一議員として受けて個人の口座に入れてしまった可能性があるということですね。はいはい、実はあまり知られてないと思うんですけど、政治資金規正法の26条っていうのがあって、派閥が国会議員個人に渡すのこれ違法なんです。渡してはいけないって書いてある。それ個人の口座にってことですか。個人の口座、あるいは口座に入れなくても受け取ったら、渡したらダメ。で、受け取らなきゃダメですね。逆に受け取る側も規律してて、国会議員が派閥から受け取るのもアウトなんです。条文が2つあるんです。じゃあもう今回のことってもうすでにアウトってことなんですか。だから収支報告書に載せてる載せてない以前にすでにアウトなんです。すでに言ってる裏金として渡した瞬間にもアウトです。で、ただのアウトじゃなくて、だとしたら今までそのパーティーってずっとやってきてたわけじゃないですか。はい、なんでそれがまかり通ってたんですか。だからそれが表に出なくて今東京地検が本気になってるんだと思いますが、それで永田町がひっくり返らんばかりの、まさにさっきの本会議の大疑国事件。一ついいですか。その枝野前代表はそのキックバックは野党でもあったというような表現をされてたように見えたんです。枝野代表は弁護士で法律の専門家なので、あれは政治団体から政治団体への
あの寄付なんだと思います。あ、それは OK という意味で、あの合法のものを言ってる、そういった形でキックバックを受けたことはないんですか？はい、ないですね、私はないですね。ないんですか？キックバックというのがどこまで何のことを言うかっていうのはあると思うんですけど、あの僕らで言うとそれはもういいですか、喋って、はい、あの言わせていただきたいんですけど、少なくともあの例えば民主党時代とか立憲民主党になってから党としてパーティーをやったっていうことはありませんし、それに対してやってないからやっぱりキックバックというもらい方というのはしていないと思っています。うん、なるほど。大きく私の理解としてはやっぱり検察としては処罰できるかどうかって論点なので、まあ証拠とかちゃんとそのまあ悪質性とか見るんですよね。それとは別に違法かどうかがあって、やっぱり基本的に不記載だけでも違法なんですよ。違法だから全部が処罰するわけじゃないっていうずれるんですね。次もう一個、政治としてはやっぱ妥当かどうかと、仮に違法でないにしても私から言ったら政治資金規正法なんてもういわゆるザル法ですから、今のままでいいのかって論点があるから、私は3つあって、処罰するのはまあ検察の仕事ですけど、違法性は問われるべきだし、もう一つはやっぱ妥当性もこの際しっかり議論すべきだと私は思うので、やっぱり整理すべきだと思いますけどね。なるほど。大前提なんですけど、泉さん、そのお金をどっかからこうそのお給料とかあの政党助成金以外にお金を持たないと政治ってできないもんなんですか？いやいや、私も本当不思議ですけどね。そうですよね。私が言いたいのはね、私の理解としては日本の国会議員って世界でもびっくりするぐらい高い給料持てるんですよ。もう世界で類を見ないぐらい高い給料すでにもらってて、加えてまさに30年ほど前のリクルート事件を受けて政党交付金で年間315億円も政党にいってんぞ、立憲がて去年67億もいってんぞ、それで私がそれで十分だろうと、そうですよね。に加えてさらに、まあ、献金もできるんですよ。ただ残念ながら日本の場合は献金文化じゃないから、まあ、今おっしゃっておられますけど、まあ、育てるっていうのが観点は分かりますけど、なかなか皆さんその、カンパとか寄付とかいう文化がないので、なかなかまあそこは信頼面があるんです、でも私はその最初の2つで十分だろうと、で献金は私場合によってはもうそんなに無理しなくていいと私は思ってて、でそれに加えてパーティーですやん、これ完全にザル法を使った、まあ、逆に隠れ献金みたいなもんなんですよ。で加えて今回裏金ですやん、もう 5つもいるのかのポケットが、私は基本的に国会議員の高い報酬がすでにあり、政党交付金があるんだから、もうそれでやったらと思います。そうですよね。私これ政治団体に収支報告書で掲載してるんですけど、ちょっともう金額忘れますけど、もう数えるのも辛いんで忘れましたけど、多分私政治自分の政治団体に5000万か6000万か寄付してるんですね。これ私のお金ですけど、で自分でところがあの私の政治団体の収入っていうのは本当少ないですから、これも普通に真面目に今のまま真面目に日々政策を作るあの仕事をしている限りは回収不可能です。だからそれだけ政治活動ってやっぱりお金がかかるんですね。まあ、特にえ一番かかるのはあの人件費だ、あの政治家のタイプによって違うと思うんですけども、あの施設秘書の公設秘書は3人しかいないので、それで地元あの永田町の仕事、政策の仕事と地元活動の仕事を両方やろうとすると、まあ、自民党さんなんか多い人で施設秘書を、ね、8人とか雇って、でお一人例えば400万500万だとそれだけで数千万いきますよね。僕も国会議員になってから分かったんですけど、国会議員の年収って年商みたいなものなんですよね、売上みたいなもので、そこから秘書の人件費を払ったり事務所費を払ったり、まあ、広報費を払ったりしていくわけなんですけども、自分が仮に1日100人の方と365日1日も休みなくあったとしても3万6500人の人にしか会えないじゃないですか。で僕の選挙区でいうと56万人の人口がいて、あの元々国区続きという選挙区だったんですけど、10年経っても全員に会えないんですよね。そうなるとやっぱりみんなの声を聞くということをしていくときに、やっぱり施設秘書さんだったりとかスタッフが必要になって、で自分たちがやっぱり政策を作ったときにはそれを知っていただくための広報というのが必要になるので、私的にはあのやっぱり自分が国会議員になる前に思っていた国会議員の像となってからっていうのは全然違うなっていうのは思いましたね。全員の声を聞くって言って秘書を増やすのが俺ちょっとよく分かんなくて、泉さんって市長やってる時に市民の声をちゃんとしっかりと聞いてそれを政策に生かして証しモデルっていうのを作り上げたじゃないですか、はい、あれって何もあの泉さんが一人一人会ってあの話聞いたわけじゃないと思うんですよ。でもこれが必要だよねっていうのを大まかなものを受けて政治家が判断してこれがいいんだってジャッジするのが政治家じゃないですか。僕は泉さんのことめちゃめちゃ尊敬してるんで、その手法は素晴らしいと思いますし、もちろん市長時代は職員の皆さんともにいろんな声の聞き方っていうのはあったんだと思うんですけども、私実は中卒であの社会に出て政治家になった人間なんですけど、あの再現性の部分を考えた時にですね、やっぱり泉さんっていうのは素晴らしい方と思うし、素晴らしい
しいリーダーだと思うんですけども、僕のやり方で言うと泉さんの真似をするほど器用でもないし、そういったものが現時点でできているタイプではない。ただ自分も聞こうとする努力をしているので、やっぱり一軒一軒街を歩きますし、朝駅には立ちますし、 SNS なんかも使って情報収集をしているんですけども、それでも自分の歳費では足りないので個人の寄付で助けていただいているという現状はありますね。ただ政治資金パーティーまで大きくやってほど収益を上げているという現実はあります。それって政治家の資質にその関わってくるんじゃないですかね。もちろん700人ぐらい国会議員がいますので、僕は議会は社会の縮図であるべきだと思っているので、どんなリーダーがいてもいいと思うし、こういう得意なリーダーがいてもいい、そういう目立ってるリーダーがいてもいい、ただ僕みたいな現場を歩くリーダーがいてもいいんじゃないかなとは思います。いや今現時点で風は感じてるんですか、あの時の、自民党から民主党に変わった時みたいな、んか見ててもあなんかこれひっくり返りそうだなとか、どうなるか分かんないぞっていうような風をお二人は感じてらっしゃる。この国は現実的に15年に1回今政権交代をしてるんですね。1993年の細川さんが政権を取って、はい、で94年の裸内閣で非自民政権が倒れてしまいましたけども、その後15年の月日を経って2009年民主党が政権を取って、で2012年に下をしてから今11年の月日が経ったんですが、やっぱり不満が醸成している。この11年経って非常に今の政治を変えなきゃいけないという空気が出ていると思います。その中でまあ絶対的な権力は絶対に批判腐敗するという言葉がありますけども、やっぱり水を流し続ける選択肢を民主主義の中で作っていく、今の自民党に代わるオルタナティブを作っていくっていうのは、私は国民にとってもハッピーなことだと思いますし、僕たちはその一翼を担わなければならないという自覚を持っているので、私は野党間でしっかりコミュニケーションを取って、今の自民党政権に代わる改革の新たな選択肢を作っていこうよっていうことをしっかりやって、思いとしては分かるんですけど、僕の質問は風を感じているのかっていう、すごいこうシンプルな質問しかしてないんですけど、僕政治家の人と話してていつも単純明快な答えが返ってこないから、なんか話しててもなんか話が変わっていく。風をやっぱ我々起こさなくてはいけなくて、で起こす一番の舞台は今はもう代表一任してますけど、明日の内閣不信任ですよ。私が党代表だったら、あの内閣不信任で本会議 の壇上に立って、さっき申し上げた政党助成法の改正で我々は次の総選挙を皆さんに問うと、いつか政党公金もなんとかしますけど、そういうあの戦をしますから、ね、いやいやでもごめんなさい、ちょっと辛口トークで申し訳ないんですけ ど、はい、どやっぱり国民は今の立憲民主党に期待をしている方そんな多くないと思いますよ、でそこはなぜこんな状況なのに期待が高まらないかという部分はもっとリアルに考えないと、言葉選ばなきゃいけないけど、明日不信任で明日って秘訣に決まっとるかな、国民は分かってる出来ですやって、しかもそれを躊躇して、そんなの国民が期待するわけないと私は思うんで、そんなもんのそれこそ何やっとんねん代表かわれぐらい言うてやね、もっとお二人なんか まさにエース級のエースの二人なんだから、もっとね、こう国民からかっさあびるような、風は吹いてないんですね、風を吹いてるかという質問に対して二人とも答えてないと僕は答えたいの、答え喋ってもいいですか、はい、あの風は現時点では吹いてないと思いますけど、僕は不信任案を出す意味はあると思っていて、不信任案はやっぱり言論の負なので否決されるから、物言えば唇寂しみたいな状態で、なんか言ってもしょうがないよねって言ったら野党の存在価値がないわけですよ。リオさんどうですか、私は、野党に期待できますか。シンプルに、そのなんだろう、みんなやってんだろうなって、その政治と金の話をこうなった時に、いやでそう、それがまあこっちは伝わってないんですよ、そもそもで言うと。でそれで政権交代仮に起こしたとして、それで本当に変わるんだろうかっていうのが根本的にあるんです。その違いが分からないんですよ、与党と野党。今の質問にストレートに答えると、僕自身も若い頃政治家になる前、今の政治なんて何にも期待してないし、今の政治家なんて何言ったって変わんないって思ってた若者の一人でした。でもある時期に思うんですね、言ってても変わんないし、じゃあ誰かがやらなきゃいけないと。確かにそのなんていうんですかね、問題意識だったりとか、野党に変えて変わるのっていう感覚ってあると思うんですけど、僕は変えなきゃいけないと思ってるから、野党側でその選択肢を作りたいと思って努力をしているし、ただ今現実的に変わってないじゃないかと言われれば、私たちももちろん将来的には今の執行部に入っていって、立憲民主党の野党第一党を中心に、むしろ政界再編だったりとか、選挙協力なんかもあるかもしれない、今の自民党に代わるオルタナティブを作ろうと、一日一日ですけど努力をしているという、そんな状態だと思ってます。でもやっぱり本気度がね、まだ私は申し訳ない、もう国民生活キツキツなんですよ、もう比喩で言うと溺れかけてね、市民が助けの政治家やん、その5年後や10年後じゃないんでやって。泉さん早く来てください、国会。いやだから一緒に頼まないでしょ、本気で政治をやらせていただいている我々はもう執念ですよ。今日のお二人は、言葉選ばないよ、口悪いけど、今日のお二人は立憲の中でも、まさに、その中で中心的に声を上げているタイプですよ。でも実際上国民は
が立憲に期待は言ってないと思うんですよ、はい、そこもっとシビアに受け止めて、うん、そこをちゃんと支持率下がってますよね、うん、自民党も下がってるし、うん、立憲も下がってるじゃないですか。実はね、ちょっと本当は上がってないといけないじゃないですか、うん、実はね微増なんですけどちょっと上がったんですよ立憲民主党は。あのそれでなんですけどじゃあ僕が来たらそこじゃなくてそれはデータの取り方で、そこはいいですよ正直。ちょっとだけ喋らせて、うん、それで僕最近泉さんのニコ動の番組に出て、うん、じゃあどうすればいいのっていう提言をさせていただいた際に、うん、やっぱり野党の党首間でもっとコミュニケーションちゃんと取った方がいいよってことを伝えたんですね。僕立憲民主党単体で政権取らなくてもいいと思ってるんですよ。むしろ野党の維新の会や国民民主党や令和新選組や共産党社民党っていろんな政党がありますけど、どういう枠組みで最後仕上がるかは別として、やっぱり党首間でちゃんとコミュニケーションを取って顔合わせ心合わせをやって、いざとなった時には自民党に代わる選択肢を作ろうよってことをむしろ土台として作っていかなきゃいけないから、ちゃんとやってくださいって提言をちょうどしたばっかりです。本気でいけると思いますか？僕は行きたいと思ってます。野党共闘ですか？野党共闘なのか、それとも選挙協力的な枠組みなのか、仕上がりはまだ見えないんですけど、ただ僕的にはその馬場さんだったり玉木さんだったりとか、まあ国田さん、あの山本太郎さん、いろんな方がいらっしゃいますけど、泉健太さんが少なくともみんなとコミュニケーションを取れる関係を作って、どういう形なら自民党に代わる構想をつけるかってことを模索したいなと思ってますね。今からで間に合うもんなんですか？間に合わせます。それは次の衆議院選挙までは。そんなもん選挙なんか一発でそう選挙ってあるんだから、うん、選挙の時に国民が頑張って私たち助けてくれる人たちと思ったら入れますから、うん、まあ、それをもっと本気で、もうあの昔の言葉であるけど、黒い猫でも白い猫でもネズミにとったら偉いんで、国民助けてくれれば別に何党でもいいですよ。もう国民は困ってるんだから、うん、そこに国民に心を打つようなですね、国民の心に響くような言葉をね、やっぱりこう出してほしいと。全く熱くなってます先生。分かりやすい何かって欲しいんですよ。そうですよ、何を信じていいかが分からない。何が分かりやすい？僕この前リハックでもひろゆきさんにメッセージ下手だねって言われたばっかりなんですけど、思いはあるし本気なんですけど、まだそれが結果として確かに実現できないところがあるんです。ただ泉さんのようなこういうメッセージを伝えるのが得意な方ってもいらっしゃると思いますし、僕は田村敦さんのようなやっぱり国民に対して広く訴求できる人っていうのがもっと政治のプレイヤーに入ってきていただいて、むしろ一緒に政権交代するぐらいのことをできないかなと構想したいと思ってるんで、僕も頑張りますし、よかったら泉さんたちも来てほしい。私はそうですよ。私はそうですよ。私は全然あれなんで。だから、うん、まあ、泉先生が明石でやあのなさったこと、あるいは泉先生が今各選挙区、選挙候補者を応援して、その姿っていうのは先ほどおっしゃったように有権者から見てこの新しい市長候補に自分はもうかけるんだと。だから投票率みんな跳ね上がるんですよ。私が選挙応援した選挙、みんな投票率 10% ぐらい跳ね上がるんですよ。みんなが目覚めて投票したら街変わると思うんですよ。そこのリアリティです。だから野党の第一党の党首がやっぱりそういう火の玉の、いやだから2人が立候補して同時になったらいいんちゃうんですか、はいはい、いやそれぐらいのエネルギーだから、いやだから今は支えてますけれども、泉代表支えんでもいいから、そんなもん今フラットに見ててもやっぱり泉さんのエネルギーの方が強いですよ。っていうのはごめんなさい、声でかくて、天才です。だから今どっちに期待できるかって言ったら、あのちょっと期待できちゃう。政治家じゃない泉さんに期待しちゃう。おかしな状況で。政治家の泉健太を支えますけど、あの泉さんがそれはあの役割を支えるのは国民を支えるんですよ。代表なんか誰でもいいから、その、代表が誰であってもいいから国民を救えばいいんだから。だからその2人なんか中心なんだからさ、遠慮せんと、もうちょっとあのここで話してるぐらいの勢いもっとバージョンアップして党で多数取ってくださいよ。僕も一期生の頃実は党首選に出ようとしたことがあって、今もまさにあの野党内野党みたいなポジションであるんですけど、僕自身も将来もちろん党首を目指して、実は2030年代に総理大臣を目指すということを最近公言をしまして、2010年から政治家をやってますので、2039年がちょうど30年目なので、そういう目標を持って、もちろん思いを持ってやっていきたいと思って。総理大臣なら何の目標じゃないの？国民を救うねん。総理なんか誰でもいいから、まだ政策の話があるから聞いていいですか？すいません。で、僕自身は貧困と暴力を根絶したいという思いを持っていて、平和で豊かな社会、世界平和の実現という思いを持っているんですけど、ただ僕だけでも力不足ですし、小西さんだけでも力不足ですし、僕は泉さんのような方が野党側のサイドに加わってくれば、本気で野党ならやりたくないよ。なるんだって与党になって与党で政権交代をする野党で吠えてもしょうがない。違う、その伝達として聞ければ僕はひっくり返せると思うんで、泉さん一緒にやりましょうよってことを伝えたいと。すみません、じゃちょっと大きな声ごめんなさい。いやいや、分かりやすいですよ。分かりやすいですよ。分かりやすい。小西さんは今どう見てるんですか、このやり取り。ごめんなさい。だから泉先生の子ども担当省、我々の政権の子ども担当省になって
いただくという公約のもとにあの選挙を戦うという、まあ、名前出さないでください。いやそっか、まあ、そういう仕掛けをですね、もういやちょっと僕は正直がっかりですね、はい、いや本当に、はい、今のね与党に任せてられないっていう機運の中、はい、こう野党が、まあ、第一党の立憲民主党が今こそこう何か風を感じるための方を上げなきゃいけないときに、うん、いや2人で泉さん口説いてみたい な、うん、なんかちょっと田村さんも口説きたいですけどね。いやいや、そこじゃない、そこじゃないってことは今の現状では無理ってことじゃないですか。いや 俺とか泉さんが加わって、はいたとか加わらないとかまた別の話じゃないですか、はい、今現状の立憲民主党ではなんか勢いを感じなかったことが、うん、これって本当にあの喋りが下手なんだとしたら喋り勉強した方がいいと思います。だって今泉さんを くどくことって、しかもメディアでくどくことって立憲民主党にとってプラス一つもないですよ。俺のことをくどくなんて一つもプラスがないんで、二人が思ってる意見を泉さんのようにぶつけるっていうのを僕たちは聞きたかったけど、なんかそれが聞けないのか、しかも立憲民主党のエース2人が来てもそうなのか。サッカーで言うとゴール前にボール転がってんのにシュートせずにパスしてる状況なんですよ。ずっとパスしてるでしょ。そうそう、蹴ったらもう入るから。泉さんも蹴ってくださいよって言われても、私は本気でもう政権を奪還すると、私も父親が脳卒中21年寝たきりのでそういう志で原因になった人間なので、まあ、あの この番組の中で言ったことありますけど、日本の医療制度は私が作ってます。野党議員だけど全部私が今なお作ってますよ、うん、だからもうそれが救えるはずの命を救わなきゃいかんという信念であのやってるわけなんです。だから今回の政治資金、さっき私あの国会でこの政治資金問題質問したって言いましたけど、それはあのやはり検察の捜査が重要なので、ただ検察にちゃんと捜査させるように国会議員としてもう体を張って何が違法行為なのかを政府に答弁させて、最後は法務大臣の法務省の政務三役にそれをやるっていう、これはもう本当に非常にあの国会議員としてはもう何ですか、身を投げたですね、戦い小西さんのこの熱さをもっと前半で聞きたかった。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。